モハーベ砂漠上空を飛行する X-53X-53 はアメリカ合衆国の実験機。アメリカ海軍などで使用される戦闘攻撃機 FA-18A4 ネットをもとにアメリカ航空宇宙局アメリカ空軍研究所ボーイングのファントムワークスが共同で開発した濃度空力弾性翼実験のための機体である。 初飛行は2002年11月。飛行試験はカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地に位置するドライデン。飛行研究センターで行われた。計画当初は XN という X プレーンの番号を与えられず、単に FA-18AW などと呼ばれていた。2006年に X-53 の名称を付与された。X-53 アクティブエローラスティックウィング。 X-53A などと呼ばれることもある。メディアを再生する、過重試験の低速度撮影動画メディアを再生する2005年3月の飛行試験現代の飛行機の主翼は、舵を切るなどしても変形しないような合成を持つよう、設計されている。例えば、ロールするためには、左右翼端公園のエルロンと呼ばれる動翼を、作動させ、左右の翼で生じる。 空気力の差を回転モーメントとするが、主翼自体はほとんど変形しない。一方、能動空力弾性翼を生み出そうとするものである。最初の飛行機であるライトフライヤーや現代の人力飛行機などではケーブルを引っ張る力により直接翼をたわませるが、AW の発想は若干異なる。X-53 の場合、まず両主翼端前後の小ぶりの動を 油圧アクチュエータにより動かす。この動力の面積や作動角度は元々の FA-18 の前円フラップやエルロンよりも小さく単体では十分な空気力を発生できない。しかし主翼の構造が FA-18 よりも柔軟なものに回収されているため動力の空気力により主翼全体の形状を歪ませることは可能である。 主翼が変形すると、そこに生じる空気力も当然変わり、全体としては、マニューバーに足るだけの空気力並びにトルクを得ることができる。一般に、変形に伴い空気力が変わり、空気力によりさらに変形する、という空力と男性の連生が起きると、場合によっては、変形が大きくなりすぎて構造が破壊されることもある。したがって、 飛行機の翼には十分な強度と剛性を持たせ、受動的な空力弾性変形に耐えうるようにするのが普通である。これに対し、AW では動力をデジタル制御することで、能動的に空力弾性連成を利用して翼を変形させている。この方法により、従来のエルロン等の動力を利用するよりも効率的な飛行を行うことができると考えられている。 また、主翼構造の強度を下げられる分、構造重量の軽減も図られる。主翼の回収は、ボーイングの開発チーム、ファントムワークスが担当した。当初はそれまで F-18 ハーブ計画に使用されていた F-A-18A を用いる予定だったが、垂直尾翼付け根の部品に、クラックが見つかった。修復にはコストがかかりすぎるため、 主翼だけを改造して別の FA-18A 機体に乗せることとした。実は FA-18 は開発当初主翼の合成不足が発覚し構造を強化した歴史を持つが AW に換装することで一度高めた剛性を意図的に低下させることになった。飛行試験は2つの段階に分けて行われた。 1> 第1フェーズは2002年末から2003年4月まで50回の飛行が行われ、各種パラメータが採集された。制御ソフトウェア等の調整、最適化に1年ほどを費やした後、2004年末から2005年3月までが、第2フェーズで25回の飛行で、フライトエンベロープのうち18点において、制御速度操縦性、飛行性などの評価が行われた。本来の F、 A-18 は、専音速から超音速の速度で飛行中にロールする。際、エルロンに加えて、全誘導式水平尾翼も作動させるが、X-53 では、尾翼作動をさせることなく、一定のロールレートを達成した。ありがとうございます。